はいどうも、かずきです。それでは元気にポープ散歩行ってみよう。気温が半端ねえな、本当に。動画にも結構入ってっからな、加速した時の音ね。これはやめらんねえなっちまいますよいや、さすがだね。走ってきてもう10分以上結構加速したりして走ってるのに、エンジン温度が100度いかないっていう。クーデン優しいですね。さて、こっち来たけどどこ行こうって話だねいつもあてもなく走ってますが、尾瀬山田も行っても何もねえしな。パワーがありすぎて怖い逆に怖い。体持ってかれそうだいや、やっぱ寒いんだな今日は。薄手のグローブなんかつけてっからだよ。ただ一年中これいつもつけてるから全然、まあ痛くはなっけどな。てやな、やっぱ株より寒いなこれのが体全身で風を受け止めますかね。若干携帯でシールドになってるなってねえよバカだまだガソリン入れるのに早いな小津山田も行けばよかったな。まあいいや、とりあえずファミリーマートで休みましょう。休みましょうコンビニ好きだな。いじらなくても十分だね何回も言ってるけどさ、皆さんオートチューンとかやってますけど、やりましたけど昔はもうめんどくさいんでね、そのまま終わってるっていう話で、結局ね、何がいいんだか悪いんだか分かんない、良くなったんだか良くなってないんだかも分かんなくなってくるんで、まあ面白いっちゃ面白いんだけど、すぐさ、ダメだったらすぐ戻したりできるからさ。なんだけどさ、なんか終わりがねえみたいなこれでよしと言って納得して終わりにさせるしかないからそんなもんなんだよね。無知でやってるからね。三拍子とかで遊びましたけど、遊ぶ分には別に面白いんでね、皆さんも俺の昔の動画振り返って見て真似してやってみるといいんですけど、 FP4 のやり方は分かりません。 FP3 をお持ちの皆さん、ね、一応なんか一回やって遊んでみてるといいじゃないですかいやいや、さすがにバイク少ないね、寒いと。やっぱ段差は株のが腰に優しいではね、そんな感じでいつも雑談で終わってしまいますが、ハーレーライフ楽しみましょうよ。まあこれが消耗品とか結構お金かかってくると思うんで、もうカスタマーこれにて終了だねって言って何回も言って終了つってまだやってるからね。まあそういうもんですよその時の気分なんですよ、カスタムっていうのはね
結局純正に戻すと物足りなくて元に戻して元に戻してじゃなくてまた買ってしまうっていう、まあね、安物探してやってるんでね、新品ではとてもじゃないけど買えません。高すぎます。皆さんマフラーに悩んだらメルカリヤフオクのところをこう常にこうチェックしてて、安くなったら自分で払えるぐらいの値段だったらここだっつって買うしかないですお金持ってる人は関係ないと思いますからねそれではね、こんな感じで今日も終わりにしたいと思います。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。いきますよ、ワニワニ。チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。